こんにちは、わらびボイスです。夏真っ盛りですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。どうも、わらびず夏の事務作業をまたこうして練馬ひじき城で、灼熱の室内で作業しております。最近わらびずはね、はい、新しい通販ショップを、開設いたしました。ベースという運営会社がやっているところで、うん、まあ、お客様も簡単に、ご購入ができてスムーズな、決済ができるという、うん、素晴らしいサイトでございます。いいね。まあ、そこで、まあ、オープンしたんですが、何を売ろうかなと、まあ、ミュージシャンたるものはやっぱり CD は当たり前ですが、うん、その中にもいろいろ売っている人がいますよね。なんかこうキーホルダーとか T シャツとかね、T シャツとか、うん、あとはクワとかスキーとかなんてトラクターとかね、まあ、そんな中ね、ワルビーズは一体何を売ったら皆様は喜んでいただけるのかと、うん、何欲しいんだろうね。やっぱ他にはないものじゃん、そこにしか買えないもの。そうだね。ちょっと欲しいものとかもしあるようでしたら、今予防して予防なんかとかされたらすぐ作ります。そうですね。今あるのワルビーズ今缶バッジが残りわずかと、うん、まあ、過去を作ったのはあの缶バッジで顔入り顔写真入りの顔バッジという、ね、大好評大名作のがありますから。そうですね。あとは、まあ、まあ無料の消しゴムハンコの、まあ、押せるよっていうのがありましたね。ああ。そんなのも、まあ、うん、そういうアクセサリー的なものから、うん、まあ、一点物の15万円ぐらい、心と財布に刻まれるようなそういうものも載せたいなと。うん、はい。何がいいんだろうね。本当、わらびーずこれ使い古しのピックと呼ばれる三味線でいうバチとかながらもんですか、こういうものとか欲しい人いるんですかね。わかんない。使い古しのあのバチたくさんあるよ。すぐ折れちゃいますからね、うん、ああいうのを使ってお部屋のインテリアに泥棒やるのかな、防犯にとか、うん、使ってみたらいいんじゃないですか、はい、というわけでわらびーずの夏の事務作業祭り絶賛開催中です。はい、また来週。